三輪のテニスチャレンジ。晴れた週末の朝、9歳の三輪はワクワクしながら運動服に着替え、テニスのレッスンに出かけました。彼女の父親はエンジニア、母親は美しい主婦、そして兄もいました。この週末、家族全員が三輪が新しいことに挑戦するのを応援していました。テニスコートに到着すると、三輪は練習している多くの子どもたちを見て少し緊張しましたが、同時に興奮もしていました。彼女のコーチは優しく親切な中年の男性で、三輪にリラックスして学習を楽しむよう励ましました。最初は三輪はテニスコートで少し不器用に見えました。彼女のボールはなかなか思った場所に行きませんでした。しかし彼女は諦めずに何度も練習を重ね、徐々にボールを正確に打つことができるようになりました。成功するたびに彼女の顔には明るい笑顔が広がりました。昼休みには三輪の家族がコートにやってきて彼女を応援しました。家族の支援を受けて三輪はとても幸せを感じました。兄は彼女にいくつかのコツを教え、彼女はとても役に立ったと感じました。午後の練習はさらに激しく、コーチはより複雑な技術を教え始めました。三輪は必死についていき、何度も転んでも毎回強く立ち上がり、挑戦を続けました。彼女の頑張りと勇気はコーチや他の生徒たちから称賛されました。その日が終わる頃、三輪は疲れていましたが達成感でいっぱいでした。彼女はテニスの技術だけでなく、努力と勇気の大切さも学びました。どんな困難にも努力と根気さえあれば不可能はないということを理解しました。帰り道、三輪は家族にその日の体験を興奮して話しました。彼女の両親は夢を追い続けるよう励ましました。三輪はこれからもテニスを続け、生活の中でもこの不屈の精神を持ち続けることを決めました。その日から三輪はより自信を持ち強くなりました。学校でも生活でも彼女はますます優れた成績を収め、クラスメートの模範となりました。そしてこれはすべてあの晴れた週末と彼女が初めてテニスラケットを手にした瞬間から始まりました。この物語は勇気と努力が困難を克服する鍵であり、家族の支援が最も貴重な財産であることを教えて